ライネカは、朝鮮の小説家。本名は、ラケーマゴ、ゴーは、インニ、イネコー筆名は、アキラ。天才少年文史と称賛されたが、24歳で、死去した。1902年3月3日、ソウル南大門の外にある、青波ハ一街156番地に生まれる。父は、ラキヨシフチ、母は、キンシ。祖父、ラヘイケイは、官方王位であり、 父も形状医学専門学校を卒業し医者として働いていたために祖父の希望で1919年土川在高等普通学校を卒業した後父と同じ形状医学専門学校に入学するしかし文学への情熱を捨てきれずその年3月1日に家を抜け出し東京へ渡った早稲田大学の英文科に入学するつもりだったが資金がなく結局 留学は諦め、朝鮮に戻った。1921年、らは、こう思う広し、現鎮健、利愛イも、僕、たけし、ひろし、は昭和、ロコ、エイラと、白、牛尾の同人になる。らの文芸活動はここから始まった。郷の、投稿は、牧昭はにつけてもらった。1922年、春に、京昭北道の安藤で一年ほど教鞭を取る。 そこで、松本という、日本人女性に恋心を抱く。美しい自然の中で孤独な心を書き綴った、長編小説、青春はその時に書き上げられたものである。東亜日報に、元気を連載したのは1922年、ラが20歳の時である。ラの小説は女性に高い人気を持ち、ロマン的な描写と愛情のある文章は当時としては、型破りなものであった。 1925年、再度、土日する。17歳の時に果たせなかった夢に、もう一度挑戦したいという思いであった。当時、日本に住んでいたかと思え、渡るを頼って土日してみたが、家からは、仕送りがなく、生活は、非常に難儀した。その上、日本で失恋を経験し、失意のまま、1926年の夏、朝鮮に戻る。だは、 誰が見ても病人とわかるほどやつれきっていた。1926年8月26日、死去。らの遺外は、イテウォンの共同墓地に葬られた。後に、白、牛尾の同人たちによって、東高浦義行母の墓標が建てられるが、不衛住宅の建設で共同墓地が潰された。らの親族は、新たな墓を設けるほどの資産がなく、 なの意外はどこかの寺に移されたそうだが、その寺がどこなのかは知る人がいない。ありがとうございます。